糸満ロータリー地図糸満ロータリーは沖縄県糸満市糸満の沖縄県道256号富城区糸満線にあるラウンドアバウト交差点である。この交差点はかつてはロータリー交差点であったが一時は一般的な交差点となっていた。その後2015年10月にラウンドアバウトへの切り替えが行われた。糸満市では金臼区交差点やアハゴン交差点と並ぶ 交通量の多い交差点で、交通情報でも紹介される。交差点自体は4方向の十字路だが、糸満漁港西側が、ロータリー完成後の1970年に埋め立てられたため、この交差点は、実質国道と県道の八重瀬町方面との3叉字型となっている。那覇市から南部線石方面へ、または、四北西部からの沖縄県道256号、 富臼区糸満線と東部の沖縄県道77号糸満与那原線方面への重要な交差点だが、県道77号、県道256号ともそれぞれ片側1車線の計2車線しかなく、沖縄西海岸道路糸満道路開通前は国道331号側の渋滞が激しかった。道路の両側には店舗などの建物があることからこれ以上の拡幅は、 困難であるため、約500メートル西側に糸満道路が建設され、2012年に全線、開通した。糸満道路全線開通後は国道のみ、利用車両は道道路に移り、交通量が減った。また、糸満道路開通前は、那覇市から南部全席方面へは、ロータリーの渋滞を避けるため、国道を利用せずに、市の内陸部を通る沖縄県道753。 コメス線を利用することもあった。さらに、四北西部から東部へは2006年に始動が開通したことから幾分交通量は緩和されている。沖縄本島内のロータリーとしては、この糸満ロータリーの他に、カデナ町のカデナロータリーがあり、よくタクシーの運転手が間違えるという。なおカデナロータリーは廃止され、3サ路の交差点に改良された、糸満ロータリーラウンドアバウト上から、 糸満ロータリーラウンドアバウト下からこのロータリーはラウンドアバウトに改良された。2014年7月に専門家、国、県、市、警察、地元住民代表で構成する糸満ラウンドアバウト社会実験実施検討協議会が立ち上げられた。2015年8月に社会実験のための工事が着手され、2015年10月3日にラウンドアバウトへの切り替えが行われた。 2016年3月まで実験が行われ、その分析、検証を経て、2016年度に本格整備を行う予定である。整備費は約2000万円であり、信号機はラウンドアバウトへの改良後に撤去される。ラウンドアバウトの導入前には100メートルあった、大流町が導入後は20メートルに短縮されるなど、糸満道タリー周辺の渋滞が以前より緩和された。 1969年9月18日に、糸満道タリー付近で、アメリカ軍軍曹が、泥水運転をして、歩道を歩いていた老女を死亡させる事故を起こした。それに対し地元の青年たちは MP への、事故者引渡しを拒否、地元政治組織とともに、事故対策協議会を発足させ、警察を通じて、アメリカ軍に対し、司令官の謝罪、軍事裁判の公開、 遺族への完全賠償を要求していたが、事件直前の1970年12月7日に、軍事裁判は軍曹を証拠不十分により、無罪とした。これらの事件が、人々の間に、米軍人による事故の処理に不満を抱かせて、小座暴動の引き金となった。糸満ロータリーのラウンドアバウト化に向けた、社会実験について、沖縄県糸満市、2015年7月6日、 会議録検索システム会議録検索システムへ、ラウンドアバウトで検索平成26年第5回糸満市議会、定例会会議録 P40 市長2014年12月12日、糸満ロータリーのラウンドアバウト導入に向けて、本年7月に、専門家、国、県、市、警察、地元住民代表で構成する、糸満ラウンドアバウト社会実験実施検討協議、会を立ち上げ、 社会実験に向けて取り組んでいるところであります。県内で初めての取り組みであり、導入に向けては、同協議会に諮って、国、県、警察とも連携を取りながら、チラシや広報指導により、ラウンドアバート社会実験の開始時期、交通ルールに関する広報活動を行い、地元住民や道路利用者へ周知を図りたいと考えております。現在、社会実験に向けて、 沖縄県南部土木事務所で交差点設計を行っており、平成27年度初めには社会実験のための工事着手、来年の夏頃に実験実施の予定であります。実施の期間は3ヶ月を予定しており、社会実験の分析、検証を行い、本格整備を行う計画であります。市では、糸満ロータリーにおける ラウンドアバウトでの整備を風景づくりの核として、景観に配慮した道路整備、電線類の地中化、沿道の建築物も,も含め、国、県、市、地域住民の共同により、ロータリーを含めた国道沿道を糸満市の顔として、またシンボルとして街づくりを行っていきたいと考えております。久高隆太郎、糸満ロータリー、ラウンドアバウト実証実験、島田、 ナンバー 75P17 沖縄島立協会2016年1月号スイトマンラウンドアバウト導入に向けてイトマン市2014年7月29日イトマンロータリーでのラウンドアバウトを考える講演会に百5 0人イトマン市2014年11月26日イトマンロータリー新しい円形交差点誕生へ 週刊ホームプラザ1439号2015年2月12日発行、ラウンドアバウト化について、糸満市、県、国、県警が、協議会を立ち上げ、本格的な実施を検討している。協議会事務局の糸満市都市計画課の加数康博、係長は、ルールを守って通行すれば安全性が高い。また信号がないために交通渋滞の緩和も、期待できると説明。 早ければ、今年7月から3ヶ月間の試験運用を実施し、本格導入に向けての作業を進める予定という、沖縄発、信号機のない環状交差点10月3日始まる、糸満ロータリー、沖縄タイムス、2015年9月16日、沖縄発、信号機のない環状交差点10月3日始まる、糸満ロータリー2015年9月16日、久高龍太郎、 糸満ロータリー、ラウンドアバウト実証実験、島田、T、ナンバー75、P20 から21、沖縄島立協会、2016年1月号、糸満ロータリー新交通方式交通渋滞が、緩和効果は期待以上2015年12月6日、琉球新報糸満女性歴殺事件、ありがとうございます。